テキストラテック語族は三つの異なる言語によって形成された小さな語族である。これらの言語はすべてメキシコのオアハカ州で話されている。2010年には4400人に話されていた。マヤ語族であるタバスコ・チョンタル語との混同に注意。テキストラテック語族は二つの主要なグループに分かれている。テキストラテック語自体は絶滅したとみなされ。 オアハカチョンタルゴは二つの言語で形成される。この用法は、語族のすべての言語を一般に呼ぶ用語として、テキーストラチコという用語を使用したダニエル、ブリントンにまで遡るが、他の著者は、歴史的に語族の三つの言語の一つとして、テキストラテック語のみを指すためにテキーストラチコという、用語を使用していた。今世紀の中頃、オアハカ市の南東7 0トルの地域にある、 約16の村で合計約5000人が高地チョンタル語を話していた。定地チョンタル語は沿岸部の2つの自治体、アスタタとウアメルラに集中しており、20世紀半ばには和社が約5000人となっている。それ以来、和社の数は両方の言語で減少した。最近の国勢調査では和社が4人をわずかに上回るという予想外の数字が出ているが、 国立先住民研究所は、オアハカチョンタルゴの和社の数を1990年までに394人と推定している。高知オアハカチョンタルゴの和社と低知オアハカチョンタルゴの和社が接触することは稀だった。20世紀半ばまでは、接触は基本的にパーティーとメスカルシュの市場に限られていた。テキストラテック語族は2つのグループに分けられる。 コーチチョンタル語には、いくつかの方言のバリエーションがある。定置チョンタル語の話者は高度なバイリンガルであり、子供たちは現在この言語を学んでいないため、危機言語とみなされている。2005年の国勢調査によると、65歳以上の話者は1100人いるが、15歳未満の話者は91人しかいない。オルトラックとキャンベルは、ホンジュラスの日陰ごとテキストラテック語族の、 系統関係の証明に規則的な音韻対応を示す、同根語という形で証拠を提供した。これらの成果は、キャンベルアルトログで拡張されたが、この仮説は一般に受け入れられていない。20世紀の初めから、その確立された系統関係以外に、他、第五族と関係がある可能性についての憶測があった。この点に関する最初の提案は、 エドワード・サピアによって行われ、後にグリーンバーグスワデッシュによって再採択された。しかし、この物議を醸す提案は一般的な指示を得ていない。コーチ・チョンタル語と低知チ・ョンタル語は同じ言語の2つの方言ではなく、2つの禁煙の言語とみなすことができる。スワデシュリストで行われた比較は双方が 同婚語を約70%共有していることを示しているが、音韻論的に同一の語は20%に過ぎない。高知オアハカチョンタル語と、低知オアハカチョンタル語との比較から、祖母の死因目録が再行されている。テキストラテクチョンタル祖語についても、同様のシステムが再行されているが、正確性に欠ける。次のことに注意。母音については、i, e, a, o, u。 の5つが再考される。次の表は、高知オアハカチョンタル語、低地オアハカチョンタル語、テキストラテック語のいくつかの同根語を示している。異なるテキストラテック語族の言語の数詞は次の通り、ありがとうございます。